どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとうやってきてまいりました。今回の発表は、もしかしたら解約の始まりかもしれないということで、こちらのマリオットアメックスクレジットカードありますよね。こちらの一部航空会社へのマイルの交換レート改定のお知らせということで、残念なニュースがね入ってきましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ねちょっと速報でね動画撮らせていただいてるわけなんですけども、こちらのマリオットボンボイアメックスクレジットカードですね、知ってる方も多いかと思うんですけども、こちらのマリオットポイントっていうのはほとんどの航空会社にね、交換する場合ですね、6万ポイントを一気に交換していただくと、本来ね2万マイルなんですよね、交換率は3対1っていう風になりますんで、まあこれがですね6万ポイントを一気に交換していただくと5000マイルのねボーナスがつくということで、 ANA とか JAL とかね、まあ、そういった航空会社でも6万ポイントを一気に交換していただくと2万5000マイルにね交換することができるっていう風になっておりまして、かなりね利用されている方もね多いかななんていう風に思っているわけなんですけども、今回ねこの6万ポイントを一気に交換した時のこの5000マイルのボーナスですね、一部の航空会社で終了ということで、マリオットボンボイアメックスね保有されている方、またねマリオットボンボイアメックスね気になってて発行検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで早速ね内容に入っていきたいなと思うんですけども、いつもね参考にさせていただいている海外のブロガーの方がね、発表しておりまして、2022年10月31日をもってですね、アメリカン航空の AA アドバンテージ、アビアンカ航空のライフマイルズ、デルタ航空のデルタスカイマイル、この3つのね航空会社のマイルに関しては6万ポイントをねマイルに交換していただいても、この5000マイルのねボーナスが付与されないっていった形になります。10月の31日をもってね終了っていう風になりますんで、まだね、今日が10月の18日ということで、あとね10日ちょっとねありますけども、まあ、この間に交換していただく分にはですね5000マイルのボーナスはねつくっていう風になるわけなんですけども、11月以降はですねこの5000マイルのボーナスっていうのは付与されないっていった形になります。いやー非常に残念ですね。あんまりねここら辺のマイレージサービスをね利用されてない方であればですね、今回のまあ改定っていうのはあんまりね影響ないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ個人的にはですねアメリカン航空の AA アドバンテージっていうのは、まあ韓国から中東とかねオセアニアとかね提携のね特典航空券っていうのが非常にお得にね発券することができるねマイレージサービスだったんですよね、このアメリカン航空の AA アドバンテージっていうのは。これがですねボーナスマイルがねこの6万ポイント交換した時のボーナスマイルね利用できなくなるっていうのはですね非常に残念ですね。私もね今後このアメリカン航空のマイルをね使ってまあいろいろね利用したいななんていうふうに思っていた矢先だったっていうふうになりますんで、私もねかなり残念です。というのもこのアメリカン航空のマイルっていうのは日本で貯めるっていうのはね非常に貯めづらいマイレージサービスなんですよね。昔ねリソナと提携したクレジットカードとかもねあったんですけども、まあそれはね2021年だったかなの末だったかにね終了してしまいましたので、日本でねアメリカン航空をクレジットカード決済で貯めようみたいな感じでね貯めようと思うとやはりねマリオットアメックスっていう風になってたわけなんですけども、まあ、今回ね改定が入ってしまって、ボーナスがね利用することができなくなったっていった形になるんですよね。ですんでまあこれからですね還元率は 1% になってしまうわけなんですけども、まあそこまでしてアメリカン航空を使うかもうアメリカン航空は使わないかみたいなね、まあ、そういった選択肢になってきてしまうわけなんですけども、いや非常にね残念ですね。またね今回デルタスカイマイルっていうねデルタマイルも解約のね対象に入っておりますんで、まあ、こちらに関してはですね東京韓国路線とかねデルタマイルで発券すると片道7500マイルでね発券することができたりもしておりましたので、デルタマイルね結構利用されている方であったり韓国にねよく行く韓国が大好きみたいな方であればですねデルタマイルね利用されている方もね結構多かったのではないのかななんていうふうに思いますので、まあ、この点もねかなり残念ですね。またねビジネスクラスとかもね片道1万5000とかでも発券することができたんで、こちらもね辛いですね。
ということで今回ね、超速報ということで動画ね撮らせていただいたわけなんですけども、今回ねマリオットボンボイポイントからの、一部のね航空会社へのマイル変更のレートがね悪くなるっていう話なんですけども、今ねもう2022年の10月まで来ましたよね。結構前の動画になってもう覚えてない方もね多いかななんていうふうに思うんですけども、マリオットボンボイポイントっていうのは、今回ねマイルの交換レートの変更がね発表されましたけども、今年の初めにですねマリオットポイントっていうのは、それまではですねマリオットポイントをホテルで使う場合はカテゴリー別のシーズン制が導入されておりましたよね。今はこのシーズン制っていうのが廃止されて変動制にね変わったわけなんですけども、今のねマリオットポイントのポイント宿泊、ホテルのポイント宿泊っていうのは今までのカテゴリーに基づいた中での変動がされてるんですよね。ですので昔のカテゴリー8、7万ポイントから10万ポイントのホテルであれば、対象以外のねホテルであれば基本的にこの7万ポイントから10万ポイントの中でしかですね変動しなかったわけなんですよね。これをですね今後ね廃止になっていくっていう風にね話がねされておりますので、これからねマリオットポイントの取り巻く環境はですねちょっとね良くなるっていうことはねなかなか考えづらいですので、徐々にね悪くなっていってしまうのではないのかなって私はね予想しておりますので、この辺もねマリオットアメックスね発行検討されているから保有されている方はですね頭ね入れといていただければなと思います。またねこういった情報がありましたらですねそこでね動画撮っていきたいななんていうふうに思いますので、ぜひねチャンネル登録ねしといていただければなと思います。ということで今回ですねそこで動画撮らせていただきました。この動画役に立った方いいねチャンネル登録ねぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。